戦い。どこからでもかかってくる。
見せて。 好きかな。恋だな。ああ、そうだったの。いい加減なこと言わないの。まあ仲が良くていいんじゃないかな。 この体のうずきは、まさか、もうそんな季節か。 邪魔しないでよ、ムーペ。
聞いてみるしかあるまい。そうですね、早くアトリエに。ついに正体を現したわね。これはどういうことよ。やはり来たか。何カッコつけてんのよ。あれはなんだ。どう見ても君の仲間のようだ。あれはムーペの子供、強いて言えばムーペチルドレン。最近仲がいいと思ってたけど、子供まで。フィロ先輩、不潔です。ムーペ、20年に一度産卵期、子供256匹生まれる。256って、どうすんのよそんなに。どうやって養うの？心配するのそこなの。問題ない、すべて駆除する。まだ知能も植え付けてない、ただの殻。そうなの？ちょっと抵抗があるけど。98% 空気、針でつっつけば簡単に割れる。手伝ってほしい。うるせっか、あんたは。できない、できないよ、ムーペ君を割るなんて。そう、楽しそうだけど。してますが、面白い。早速手分けしてムーペチルドレンの駆除を行うぞ。私も参加しなくてはいけません。当然だ。急がねばまた我らの責任となりかねんからな。それはもう手遅れな気がしますけど。
残ってないと思うけど。退避であった。だからなんでそんなに偉そうなのよ。今回は無事に駆除できたが、一匹見たら30匹はいるというからな。次は20年後、その時また頼む。これだけ騒ぎになっちゃったから平気だったのかなって。それは残念でしたね。ああ、やっぱり。また貴様か。つくづく暇だな。忙しい中、時間を割いてきているんですよ。ここのアトリエの生徒が大量に現れて、さまざまな騒ぎを起こしてくれたそうで。おかげで職員室は苦情でいっぱいです。それはその…私物を壊され、食べ物を取られた、トイレを詰まらされた、などなど。これが苦情の一覧です。目を通しておきなさい。こんなに。あなた方自身の手で今日中に解決するように。いいですね。やっぱりこうなるんだね。やむを得まい。もう一働き頼む。だから偉そうに言うな。ただいま。こんなの取れたよ。たくさん取れたよ。おお、いろいろ取ってきてやったぞ。材料の採取なら済ませた。先輩、取ってきた材料の確認をお願いします。